どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ゆうです。さあ、いよいよやってまいりました、第7回ネタレッキ選手権。ネタレッキ選手権とは何か。普段誰にも注目されないカードやコンボを披露する大会でございます。すでに6回も開催されている本当に人気な企画となっております。相手の動きやねコンボを見るのが目的でございますので、勝つことが目的ではございません。デッキは視聴者さんのデッキと私のデッキ、全8デッキが今大会はエントリーをしております。動画は3本になる予定でございます。最後の動画の概要欄に投票フォームを貼りますので、ぜひ気に入ったデッキにご投票をお願いいたします。デッキレシピなど知りたい方はぜひディスコードへどうぞ。それでは第7回ネタレッキ選手権デュエル、スタンバイ。さあ始まりました、第7回ネタレッキ選手権第7回ですよ。もう第7回になりました。いやー、本当にねありがたい。皆さんいつもねご視聴いただきまして本当にありがたい。結構やっぱ僕のチャンネルの中でもまあ1、2を争う人気企画と言っていいんじゃないかなと思うんですけれども、まあとりあえずやっぱりエントリーナンバー1番は私が行こうかなと。私がね、私めがモーヤンのカレーどんなデッキだよ。リューマドの守護者引いてきた。リューマドの守護者召喚、リューマドの守護者の効果を発動。手札を1枚墓地の振り、フュージョンまたは融合の魔法カードを1枚手札に加える。そしてネオスフュージョンの効果発動。ネオスフュージョンの効果によってエレメンタルヒーロー誰とでもネオス、そしてグローアップバルブを墓地の振り、エレメンタルヒーローブレイブネオスを融合召喚、そしてカードを2枚セット、ターン終了。これはねハンドが結構いいですね。あとはですね超栄養太陽っていうね、カードを引くともうやばいことが起きます。団結の力 OK、 問題はない。団結の力、グレブリンに団結の力、なるほど、それは別にやられていいか、それは OK、 やられていいだろう。私のターン、ドロー、ガープ、あガープかぶりか、んー、とりあえず殴るか、とりあえずグレブリンだけ一発殴ってみましょう。ビッグイブリオスの効果も発動してデッキを圧縮していく。よし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 、いいぞ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 、ターン終了だ。さあ今から何が起こるんでしょうか。皆さん今から何が起こるか刮目せよ。どんだけグレムリン来る、どんだけグレムリン、用途 OK、 かけ抜き OK なんでグレムリン、団結の力、ほう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 、モーヤンのカレー来た、カレー食っていく。ちょ、俺にも食わせろよカレー、それ俺にも食わせろよ。来た、ナイスナイス。俺は墓地で存在するグローアップバレブの効果を発動、デッキトップを墓地のフリップ、グローアップを特殊召喚、そして超栄養太陽の効果を発動、フィールドの植物のモンスターをリリースし、プラス3のレベルの以下のモンスターを特殊召喚、そして俺は誰とでもエロメンタルネオスをリリースしてガープを召喚し、ターンを終了するぜ。さあ殴ってこいカイボー、殴ってこい。ガープはちなみにね、全てのモンスターの表示形式を攻撃表示に変更するという効果が持っています。さあ2900でアタックしてくることだな。さあ来た、来い、立ちはだかるサボテン。貴様はこのターン、このサボテンに全てのモンスターで攻撃しなければならない。プライドの方向、サボテンのプライドにより貴様のモンスターを破壊したことによってトークンが生まれるぜ。さあトークンは攻撃表示に変更される。全てのモンスターでお前は俺を攻撃しなければならない。さあ来いお前は全てのモンスターでこのサボテンダーを攻撃しなければならないサボテン竜北斗残骸石保険これがサボテンダーの実力よ。さあお相手の方はどういったらいけないんでしょうか。お、満足さんじゃないですか、満足さんですね、なるほど。ちょ、まだ分かりませんね、まあ、とりあえずこっちのデッキは一応あの相手 しなきゃいけないんで、あのネタデッキの相手するの結構難しいんですよね意外と。ちょ、一応ちょ、今回はあのいつだったか動画にしたゴキブリデッキを持ってまいりました、なるほど。でね、あのネタデッキ選手権の注意点として、
あの相手のカードとか相手のデッキは基本的には除去しないっていうのと、まあ、あの今回はね、何ディスコードで撮影してるんですけども、ルームでね、なんか事前にこうどういう指示があれば言ってくださいって言ってあるんで、結束ユニティ、結束ユニティはあれやんな、守備力が上がるみたいなカードやな。でコズミックサイクロンをセットしながら、コズミックサイクロンを自分のカードに発動してランク戦だとこれたまにやって、これあ、間違えたっつってサレンダーしてくる人結構いますよね。でスキル発動、儀式の使い手ゴキボールを墓地に送り、違う間違えた、モンスターカードを手段に加える。そして高等儀式技術の効果を発動、高等儀式技術の効果によってジャベリンビートルを特殊召喚していくぜ。さあゴキボールを2体墓地に送り、ぶん投げてジャベリンビートル降臨で、なんか殴んちゃいけないって言われてるんで、ターン終了で、さ あとは相手がコンボパーツを集めるのを、待つだけっていう感じでしょうかね。ちょっとこの辺はねカットするかもしれません、カットで早送りっていうか。さあそろそろコンボパーツが揃ったんじゃないか、デッキ0枚だと大丈夫か。タイムカプセルでカードを回収していく。さあ一体これから何が起きるんでしょうか、一体全体何が起きるんでしょうか。ダブルコストン、なるほど、ダブルコストンは2体分のなんか闇属性モンスターを、アドバンス召喚すれば2体分のリリースにできるっていう。あ、ガンドラ、なるほど、ガンドラ、はあ、はあははあ、ガンドラ全ぶっぱされていく、ライフポイント半分払って全部をぶっぱしていく、 OK、 なるほど。禁じられた聖杯、ほう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 、ガンドラの効果をターン終了時まで無効にすると、ガンドラ効果をターン終了時まで無効にしていく、無効にしていいんかな、無効にすると多分効果はぶっぱできない、ぶっぱできないでしょそれ、ぶっぱできない、ぶっぱできない、あ、ライフは払える、なるほど、ライフは払える、はい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 、ライフを払える、ほう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 、なるほど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 、え、これ無限に払えるんだ、へえ、知らんかった、無限に払えるんだ、へえ、ビビビビ、払うだけはできるんだねガンドラって、別に、なるほどなるほどなるほど、え、これもしかして長くね、これ、これ長いんじゃねえ、これめっちゃこっから無限にこれ、え、どうする、どういうことこれ、これ、え、これ1以下になるの、ライフポイントってそもそも、え、ちょっと待って、どういうこと、え、1にするってこと、ライフポイントを、え、これ無限にさ、え、これでタイムレスコンボってこと、やばい、新たなタイムレスコンボ来た、これ永遠に1にするの、これ、このライフポイント、これいくつになるの、これ4になるじゃん、4な、4になるじゃん、でガンダラの効果発動して2になるじゃん、次これ2になっていくもうカウンター動いてないやん、もう数字のカウンター全然動いてないっていう、1になった、え、どうすんだろうね、1になったら、え、どうすんの、1になって、あ、なるほど、友情か、友情握手に応じていくと、ライフポイントがお互いに半分ずつになって、なんか痛み分けみたいになる、で、あー、そういうこと、そういうこと、なるほどね、もう自行為だ、つまりじゃあ1人だけじゃ自分だけでは満足できないから、ちょっとお前も手伝えと、私の自利行為をすげえ、え、これだからあれでしょ、また友情あるんでしょ多分だけど、なっかなっかなっか、このデッキこれ迷惑じゃない、長いんだけど、マジでどんだけ握手させんだよ、一人でやれよ、長えよ、どんだけ長えんだよこのデッキ、376っていうライフなんだよ、なんで376って、で俺のライフも751ってなんだよ、なんで751ってどういうライフだよ、やばいやばい、ちょっと見たことがない、見たことがない数字になってます、今お互いのライフが、何このなんか、なんか素数、素数、ザ素数みたいな、751素数なんかな、ちょっとわかんねえよ、やばい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 こと来た、友情3連発、どんだけ握手求めてくんだよこいつ、なんなんだよ、火炎、火竜の何、火炎だ、800、殴んないんかい殴れや。
さあ恒例、ジャックジャック選手恒例ですね。非常に非常に恒例、いつもねだいたいいるかな、エントリーしてきてくれるかな、まあ、今回もどういうキャラかちょっと楽しみですね。まあ、割とねあのこのネタレッキ選手権で結構ねやっぱりネタレッキ好きな人って結構まあ固定メンバーみたいなとこあって割とねあれなんだよね、なんだろうな、同じような毎大会同じような人があの結構エントリーしがちというか、やっぱね天才っていうのはそんなにたくさんいないんですよ。割とねネタレッキ選手権もずっと前から見てくださってる方だったら分かると思うんですけども、意外とおまあなんだろうな同じようなメンバーが結構よく出てくれてたりはします、やっぱりね。さあどういったデッキなんでしょうか、まあ、今のところはちょっと普通のデッキなんですけども、なんかねモンスター3体並べてくださいって言われてるんですよ。だからモンスター3体並べたいんだけど俺もそこそこ事故ってるっていうってことだ。もうちょっととりあえずいいや、とりあえずちょっとなんか頑張ってなんか並べるわ。よし3体並べれるぞい。お待たせしたな、すまん。トライワイトゾーンの効果によってお手手を3体並べていこう。さあこれで指示された盤面にはなった一応。ちょごめんお待たせ。そしたらターン終了だ。さあ何が起きるんでしょうか。多分これ盤面的には取ってるんで、あとは彼のまあやりたいコンボパーツが揃ってるかっていう話ですね。まあもうちょっとかかりそう、もうちょいかかりそう。不意の黄金室、不意の黄金室を、除外していく。なるほど、あ圧縮したんかな、デッキを。今んところね何の動きもないんだよね。そのひたすらになんかあの黄金室でなんかあの欲しいカードをこうガンガン集めて、あと残りデッキ1枚なんだよな。セット、はい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 、 OK。 帝王の豪気オッケー。除外すると、属性変えるんだよな。闇属性になった。オッケー。でマスクチェンジ発動。なるほど。エレメンタルヒーロー、ブレイブネムズ、墓地の送って、エレメンタルヒーロー、じゃあマスクチェンジだ。マスクヒードヒーロー、エレメンタルヒーロー、暗記を特殊化していく。で、マスクヒーロー、暗記で殴ってマスクチェンジサーチ。なるほど。DNA 移植手術。フィールド上の表側表示のモンスターを地属性にしていく。なるほど。でマスクチェンジ、ああなるほど、マスクチェンジで暗記を変身させて、ダイアンにしていくと。なるほど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 。え何が起きるの、 DNA 移植手術、ああなるほどなるほどなるほど、炎属性わかったぞお前、これマスク全部出す気やな、マスク全部出す気やなこれ。でマスクヒーローって今リンクス何体いるんだ今、アンキー、ダイアン、豪華やったでしょ、で、ベイパーで、ベイパー水で、さらにマスクチェンジするで、ライバルアライバル、なるほどライバルアライバルからのワンバルサス、なるほどで、セイントマジシャン、なるほどなるほどで、からのフォームチェンジ、これで5枚目だ、これマスク5枚目だ、すげえすげえ、マスクは一家に5枚まで配布ってこと、天才かこれ、安倍晋三もびっくりやで。